はい、カヤックの準備が整いました。はい、皆さんこんにちは、北です。今日もですね、休日の午後から、カヤックに乗ってきます。スキッピングをしながら、茶道またはプラチョンを狙うつもりです。よろしくお願いします。それでは行ってまいります。はい、それでは釣り返します。じゃあどんどん打ってきます。木の下ですね。木の下にチャドがいますので、このスキッピングで木の奥までルアーを送り込んで引いて食わせると、それを繰り返します。はい、ここは初めて入る小さな派生水路なんですが、ちょっとどんなところか確かめてきます。探検。水路をおかっぱりでやっています。はい、これですね、茶道ではなくてプラチョン狙いですね。岸際の細い水路の岸際にプラチョンもよくいるので、スピナーフロークでやっています。緑のカーペットの上を滑らせて出てこないかな、出ないかな、出ないか、出ないかな。さあ来るか、プラチョン来い、緑のカバーの木はいかにも出そうですよね。はい、現在の時刻3時50分、そろそろいい時間だと思うんですけどね。
We can sit together. It's so beautiful. You and me. はい、ちょっといつもの水路から外れて細い水路に入ってます。新しい水路探検です。行ってます。まもなく6時が近いんですが、最後のポイントですね。さっきですね、あそこになんか魚が跳ねてるのが見えました。ちょっと気になるんでやってみます。出ないですね。はい、バンコクの夕暮れです。真っ赤な夕日が地平線に沈みます。今度は釣れるかな。先週プラチョンがバイトしたポイントです。出るかな。
はい、今日の釣りも終わりました。今日はノーバイトでした。1月の中旬ですね。寒気の真っ只中で雷魚釣りには厳しいそうです。浮きが始まるまでこうやって待つしかないのかな。まあ頑張ります。はい、ご視聴ありがとうございました。また頑張ります。よろしくお願いします。